まあ、募集を行って、結果としては一社が応募してきたということでございます。ですから持続化給付金の話だと、役所の方から2社に声かけをしたっていうことになってますよね。でこの最初の2件のケースはそういうことはなかったんですか。それは確認をいたします、うん、ちょっとその経緯、はい、とても大事なので、はい、そこちゃんと確認してください、はいはい、かしこまりました。これ表なしやるときに公募を開始するっていうのが、2016年の5月16日ですよね。でこのデザイン協議会は同じ日に設立をしたっていうのが昨日予算委員会じゃなくて経済産業委員会でも確認をしたんですが、それがこのおもてなしで公募したと、で一社だと、でそれが適当だということで判断する上では、その外部による第三者の有識者委員会で判断したっていうんだけど、そのメンバー誰かって言ったら言わないわけですね。でその審議どんな意見が出たかってことについても明らかにしないと、なんでこんなことになるのか全然わかんないじゃないですか。それで適切だっていうのが国民から見ても国会から見ても分かんないんだけど、それは第三者による委員会を作ってて誰かも言わない、その審議の中身も言わないっていうのはどこにそんなこと書いたんですか。で第三者設置したわけですよね。何に基づいて設置してやったのか、結果としてこのサービスデザインになってそこが出発点になってずっと今回の給付金が受けるところまで委託受けるまでになっている出発点ですから、そこがどうなっているのかね、きちっとね、これ出さないとダメだと思うんですけど、ちゃんと記録ありますよね。はい、まあ、これ補助事業でございまして、補助事業におきまして採択にあたりまして外部の有識者のご意見を聞いて採択するというのは経済産業省としてですね、そのように定めておりまして、それを運用しているということでございます。 なのでこれも格論はあれですけれども、おそらくそのようなことだと。で一方で公開するかどうかということについて、公開の定めは当初設けてございませんで、個別具体の事案によってということだと思いますけれども、まあ、おそらくその入札我々 その事業についてのあれがあるので、その、まあ、事業を次回以降行う事業の円滑性を高めるためにですね、公開してないというのは一般的だと思います。公開しないのが一般的だと思います、ま、あなた会計課長でしょ。公開しないのが一般的だって、それ どの法律で何をもって言ってんですか。まあ、ちょっとこれもきちんと精査をいたしますが、以前にこういったものについてはその開示を行うべきであるみたいな情報公開請求があったときに、情報公開審査委員会かなんかでそれをやるのは開示しなくて適切というのが出たというのを承知しております。あなた方の競争性の公正さを審判するものを開示しないでいいなんていうことはありえないじゃないですか。あなた方を守るためのこれ法律ですよ。ちゃんとしてると証明できないじゃないですか。ちょっとじゃあそれは確認しますが、情報公開審査会でそのような判断が昔下され、要するに開示請求があったときにですね、同じようなご請求いただいたときにそういうふうにしたと思っておりますので、おそらくそういうことでしてないんじゃないかなと思います。この資料要求された川内さんが到着されました、ね。